皆様いかがお過ごしでしょうか。プルートネットワークのプルート向井です。さて今回はですね、皆様の大好きなあのキャラクターのスピンオフ作品のですね、新作トレーラーが入ってきました。あのバットマンのですね、宿敵ジョーカーでございます。はい、今回はですね、こちらの、予告トレーラーを、見た感想、はたまたですね、考察などを含めました僕の独断と偏見の動画を皆様にお届けしたいなと思います。なんか鼻がムズムズする。まあいいやでは早速行きましょうか。ジョーカーの新作トレーラー解説行ってみましょう。どうぞ。ではですね、早速解説の方に入りとうございます。こちらの作品ですね、約2分半ぐらいの、予告トレーラーになっているんですが、終始ですね、とある BGM を使っているんでございますね。そちらのですね、作品というのが、モダンタイムスという作品のですね、挿入歌になっているスマイルというですね、歌になっております。はい。ジョーン、チョチョチョン、チョン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 、チョチョチョン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 、チョチョチョン、チョチョチョン、チョチョチョン、みたいな感じの曲でございます。はい。で、この、モダンタイムスのスマイルがなぜ使われているのかというのがですね、ストーリーに注目してほしいんですが、大きな製鉄工場で働いているチャーリーというのがですね、次第に精神的におかしくなってしまって、精神病院に移送されるところから、物語が始まっていくんですね。まあそういう意味を踏まえまして、このジョーカーという男もですね、アーカム精神病院に運ばれるんですね。はい、通称アーカムアサイラムでございます。はい、まあそういう面を踏まえまして、こちらの BGM を使っているんじゃないかなと思います。そしてジョーカーにはですね、切っても切り離せないこのスマイルでございます。はい、こちらの、歌のですね、題名のスマイル、そういう意味でこちらの曲を使っているんじゃないかなと思います。そして続いてのシーンはですね、この素性のわからない男ジョーカーにですね、母親がいるというのをですね、連想させるシーンが出てくるんですね。はい、このジョーカーが母親の体をですね、こうお風呂でこう洗っているシーンがあるんでございます。はい、まあですね、ジョーカーはダークナイトのとあるシーンでこのようなことを言ってるんですよね。まあ 100% 正しくないんですが、はい、酒飲みの父親が暴れ狂っていた、身を守るために母親はキッチンからナイフを持ってきたんですが、その、ナイフをですね、父親が奪い取ってしまって、笑いながら母親を刺した。その後に自分に向かって、お前の顔は引きつっている。スマイルが大切だ。みたいなことを言うわけでございますよ。はい。まあ、そういう面を踏まえまして、このシーンが現在進行形なのか、回想シーンなのはわからないんですが、その、ジョーカーという男がですね、唯一心から許せる存在だったのが、この母親なんじゃないでしょうか。はい。シーンを見ていてでもですね、このジョーカー演じている、まあ今回はアーサーと呼ばれて見ているみたいなんですが、そのアーサーという男も心なしか、顔がですね、ほころんでいるようなシーンを伺えるので、まあこのシーンを見ていて、で僕はアーサーがジョーカーになるまでの過程の一種として、この母親というのが描かれているんじゃないかなと、思いましたね。はい、続いてのシーンはですね、このジョーカーがノートにですね、ジョークというものを記載しているんだわけでございますよ。はい。まあそのノートのですね、文字というのは、まあなんか雑というか子供じみたというか、ちょっとですね、字が、達筆ではないような感じの描き方なんですね。書き方なんですね。はい。まあそういう意味で、このジョーカーという男は、まあ教養がないっていうのを連想させるんじゃないかなと。はい。まあそれはですね、過去にちゃんとした家庭で教養を受けていなかったのか、もしくはこのジョーカーなので、もうこのジョークを書いている時点でもうなんか精神的に異常をきたしているのかっていうところですね。はい。そしてこのシーンにですね、このような、セリフが挿入されているんですが、まあ母さんに言われた
楽しそうな顔をしなさいってみたいな感じのことを言われているわけでございますが、やはりこのジョーカーという作品はですね、そのスマイルや笑顔というものがですねキーになってくるんじゃないでしょうか。はい、そして続いてのシーンなんですが、ジョーカーがですね道端で大きな看板を掲げている、その看板をまあ不良みたいのがですね奪い取ってジョーカーをボコボコにするシーンがあるんでございます。はい、このですね看板に書かれている、文字というのがですね Everything must go と書かれているんでございます。はい、これはどういう意味なんだいっていうのがですね、まあ日本語で訳すのであれば売り尽くし、大売り出しみたいな感じでございます。はい、まあよくセールとかで出るですね、ゲス売り尽くしセールみたいな感じの、ワードに近いと思います。まあここを見ているとですね、ジョーカーというのはお店に雇われているわけでございますよ。はい、エビルシングマストゴーでございますから。はい、まあそういう意味ではピエロをで、ピエロという仕事で生計を立てているってことが連想できると思うんですね。はい。まあ、そんな、仕事を頑張っているジョーカーが、不良にですね、看板を奪われて、ボコボコにされる。まあ、そこからですね、こう、社会への反感みたいのが生まれてくるシーンなんじゃないでしょうか。はい。そして、続いてのシーンはですね、まあ、これ考察とかではないんですけど、個人的にやばいなと思ったシーンなんですけど、このホアキン・フェニックスがですね、ジョーカーの役作りがもう一発でわかるような背中を表してるシーンなんですね。はい。もうガリガリでですね、こんな役作りすげえなと思いますよ。はい。まあそこのシーンでですね、このセリフというものがあるんですけど、まあそのセリフというのが、俺がおかしいのか、それとも世の中が狂っているのかみたいなことを言うわけでございますよね。まあこのシーンからもですね、ジョーカーという男がですねふつふつとですね社会に不満を持つですね、そのようなセリフになってるんじゃないでしょうか。もうね、こっから爆発していきますよ。まあそんな爆発と言っておきながらですね、続いてはですね、まあ母親と同じぐらい心を許せるキャラクターになってくるんじゃないでしょうか。はい、まあ黒人の女性とですね、まあレストランで食事みたいのを撮っているシーンがあるんですけど、まあこちらのですね、女優さんはザジービーズという方でございます。はい、このザジービーズはですねデッドプールのドミノ役でございますね。はい、このザジービーズもですねキーになってくる、役者さんなんじゃないでしょうか。はい、そして、続いてはですねこのジョーカーという男がですね、病院に行くシーンがあるんですね。はい、この病院がアーカムステイホスピタルということでございまして、まあこの病院を見ているとですね、やっぱりダークナイトシーンでですね、このジョーカーが爆発させた、病院というものがありますけど、まあそことリンクしていたらちょっと面白いかなと思いますよね。うん、あとはですね、このジョーカーという男がですね、まあショーみたいのを見ていて、ハハハハみたいな笑い方をですね、なんか研究するような表情を見せているんですよね。この笑った後にちょっと無表情になって、そのまま下を向くっていうカットになって次のカットに進んでいくので、まあそこのシーンを見ているとですね、このジョーカーという男はなんか純粋に笑えなくなったのかとイメージを取るのか、それとも先ほどのトレーラーのふつふつと生まれている社会に対しての不満ということでジョーカーになるための、まあ強いて言えば役作りみたいなの感じでその、ショーに訪れているのかというのが気になるところですね。うん、まあおそらく役作りの方で、作品は進んでいくのかなと思うんですけど、やっぱりそこも見どころの一つかなと思います。そして続いてのシーンというのがですね、とある男がですね、まあ演説みたいのをしているシーンがあるんでございます。はい、まあこれはですね、人で調べた感じですとトーマス・ウェインじゃないかなと言われておりますね。トーマス・ウェインというのはですね、バットマンのお父さんでございますね。ブルース・ウェインのお父さんでございます。はい、そのトーマス・ウェインはですねこのようなことを言ってるわけでございますよ。このような残虐なことをしたのはおそらくマスクで顔を隠したやつの仕業であろうみたいなことを言ってるわけでございますよ。まあこれが誰に対してのメッセージなのかっていうのはこのワンシーンだけで読み取ることはできないんですが、まあこのダークナイト、ダークナイトじゃない、ジョーカーのやつを見ているとですね、おそらく序盤というのはこのジョーカー、アーサーですかね、アーサーという男を多分仮面をつけて
ってそういうことをしているのかなと思うんですよ。うん、まあそれがですね、この演説によってジョーカーというのがですね、顔にメイクを施して悪事を働く、まあそういうことを踏まえていて、なんかね、このトーマス・ウェインに対しての宣戦布告、もしくはなんかジョークとして捉えられるんじゃないかなと思いますね。うん、なんかジョーカーっぽいですよね。これはマスクじゃなくて俺はメイクをしてるから大丈夫だろうみたいな感じのですね、まあそういうシーンがあるんじゃないかなと思っております。最後なんですけど、こちらですね、ジョーカーという作品、なんとロバート・デ・ニーロもですね、出演が決まっておりまして、予告トレーナーの方でもですね、ちょこっと出てるんですよ。ちょこっとなんかテレビの司会みたいな感じで出演されているんですけど、まあなんかね、このロバート・デ・ニーロがこうテレビ番組で司会みたいな感じを、している、シーンを見ているとですね、やはりこのキング・オブ・コメディっていう作品を思い出すんですよね。はい、このキング・オブ・コメディというのは、まあロバート・デ・ニーロがですね、コメディアンの役をしているんですけど、まあ自分の力でこう成り上がっていくみたいな、ちょっとブラックコメディチックな作品になっているんですね。はい、そういうコメディアンという面で最後ですね、このジョーカーというのがですね、このようなセリフを言うんですよ。昔はこう思っていた、人生なんて悲劇だ、でも今は違う、人生は喜劇だ。はい、まあこの喜劇というのがですね、このロバート・デ・ニーロが演じていたキングコメディにちょっと連携、連想させるのかなと個人的に思っちゃったんですよね。うん、まあそういう意味でですね、この作品の、感想といたしましては、もう皆様ご存知かもしれませんが、ジョーカーという男がなぜジョーカーになったのか、それが明らかになるということでございます。はい、そしてですね、キーというのはおそらく笑うスマイルでございます。はい、まあですね、その BGM の挿入歌、先ほどお話ししたスマイルという曲、はたまたですね、ロバート・デ・ニーロが司会を務めている、テレビ番組で、まあそれイコールキング・オブ・コメディという作品を連想させる、まあそういう面を踏まえまして、うん、笑い笑顔というもの、笑顔っていう感じですかね、その、笑顔の底にあるものは何なのか、人間というのは心から笑うというのと、はたまた顔だけで笑って中身は何を考えているのかわからない、そういうのを描いているのがこのジョーカーっていう作品になるんじゃないかなと個人的に思ってますね。うん、そしてですね、あともう一つ心配なのが、そしてですね、僕が個人的にこう心配しているとこなんですが、そのジョーカーという男というのは、素性がわからないから魅力的なキャラだったっていうのがですね、僕の中での感想なんですよ。はい。まあ、ダークナイトのセリフとかでもですね、本当にこいつはこのような体験をしているのか、口から出まかせなんじゃないかなって、そういう感じで何がなんだかわけわかめな、ジョーカーという男に観客というものは不安がありながら興味をそそらえる、そういうキャラクターなわけでございますよ。まあその、ですね、正体不明のキャラクターの心情、はたまたですね、こう内面というかバックグラウンドが明らかになるというところで、うん、どういう形で描かれているのか、観客はたまたファンというのはうなずけるような演出がされているのかというのがですね、個人的に気になるところでございますね。はい、もう喋ったな。はい、ではですね、以上プルート向井でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録高評価などなど、あとはですね、下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。皆様がですね、このジョーカーを見た感想、はたまたですね、こんな作品だったら嬉しいなみたいな感想をですね、いただけたら嬉しいです。それ以外でもいいですよ、それ以外でも全然ウェルカムでございます。はい、あとはですね、僕、ツイッターフィルマークス、やっておりますので、もしよろしければですね、フォローの方よろしくお願いします。フォロー返し 100% でございます。はい、ではですね、皆様また何がちらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。